やっぱり、あの、車椅子の場合はどうなんでしょうか、花岡さん。まとめていいですか <laughs> 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 まとめの時間っぽくなってたんですけど、ね、<laughs> あのー、いやもう、何でもそうやと思うんですけど、まず、やっぱり今日お話聞いてて思ったのは、成長するってすっごい嬉しいことやし、楽しいことじゃないですか。うん、だからやっぱり、なんかこう、コーチとしては、 経験してほしいなと思う。んですよ、ね、その成長したっていう自分自身と出会ってほしいなと思うし、小倉さんみたいに涙しても、あれやってよかったなって思える日が絶対来るって僕もスポーツ界でそれを思ってる人間なので。ね、<laughs> けど、まあ、この思いを選手にじゃあ伝えたら選手が、ね、思い通りに成長するかっていうと、そうではないっていうのが面白いなっていうところでもあるとは思うんですけど、やっぱりこう いろんな引き出しを自分が持っておかなきゃいけないっていうのはもう当たり前のことなんですけど、まあ、選手が成長したいって思えるようなきっかけになる、そういう、あのー、入り口、選手のなんかこう、心の中だって言ったらちょっと気持ち悪いかもしれないですけど、あのー、さっき寺井さんが言ってた、お互い、 好きっていうような感情が生まれるような、まあ、好きって思えるってことは共有したり共感したりしてるんだと思うんですよ、なんか心理的なところで。でそういう状態になれるようなコミュニケーションの取り方できる引きだし、まあ、それこそ、まあ、競技の話でそれができれば、それに越したことはないですけど、例えば推しの話ができるようになるとか。アイドルとかの ねそんなところから入っていくのもありなんだろうなとも思いましたし、まあ、雑談みたいな意味でですけど、けど相手にとっては推しの話は雑談にはならないですからね。はあ、それを、それをばれちゃいけないですし。もうん、<laughs> そう思うんですかいや,やっぱそれをこっちがテクニックで使ってるってバレたら、その瞬間に多分また、ピシャッ <laughs> <laughs> 閉じられそうな気がするので、うん、そっから入っていくっていう非常に手間のかかる作業なんやろうなとは思うんですけどそれでも僕は目指したいのはなんか指導的立場にいる人って目の前にいる選手とか、まあ、子どもたちが自分が言った通りに形上やってれば結構それでいいってな,なりがちじゃないですか、うん、まあ週何回トレーニングやりましたっていう報告が来たら「うん、よし OK」とか。<laughs> うん、もうこのトレーニング種目やりました OK とか三大栄養素食べてますとか、うん <laughs> まあ、学校の先生やったら子どもたち教室にいればとか <laughs> なんかなんかそういう形式的な見た目のところにとらわれるかもしれないですけどそれじゃせい人間って本質的な成長ってやっぱないんちゃうかなと思ったんですよね、うん、今日は、うん、もう、まあ、改めて思ったんで、うん、やっぱりそのほんまに世界で結果出すような そういうことをやるんだったら、もう本当に本人が必要だと思って、取り組むっていうところまで、まあ、時間がかかっても、まあ、突き詰めてやっていきたいなぁとも思いますしね。うん、それをね、こう、できる子やったら、指示出すだけで、実行して、うん、で感覚的につかんだことを、自分でまたアレンジできるから、強くなるぐらい。うん <laughs> と思うんですけど、そんな選手ばっかりじゃないですからね、うそうじゃない選手まで成長させられるようなコーチになりたいなとも思いますしうん、まあ、例えばその選手がたとえ日本代表になれなかったりとかしても、あ、頑張ったよねって一緒に言えるような関係づくりがやっぱ必要なんやろうなと思いましたね。うんなんかもう別に、ね、こうメダル 取れれば成長かって言ったらそういうわけでもない世界だと思うんですよね。も,うもちろん成長しなきゃ取られへんけど、それが終わりかって言ったらゴールでも何でもないような気もしますし。なんかね、もっともっと本当人間の本質的なところで成長っていうのを見ていきたいなって今日は改めて思いましたね。うんまとまってますこれ。まとめていただきました。はい <laughs> 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 そのためには、やっぱり自分自身がなんか変わっていって、常に成長できるか、常に学べるような姿勢を、やっぱり持つための、なんか、自分自身との対話っていうのも、なんかこれからの時間、僕が必要になっていきそうな気もするんですけどね。それがなんかこう、スポーツだけじゃないような気も僕がしてるので。今の花子さんの話を伺って、よく、主役は選手っていうことを、ね、メディアも指導者も講習会でもよくか 主役は選手。っ選手 <laughs> ん。主役は選手。あ、主役は選手。あ、主役は選手。意味がおかしい。ごめんなさい。そう。でも、その意味って、今、花岡さんがおっしゃったことなんだろうな。スポットライトが当たるから主役ではなくて、選手がそう思うから、もしくは、そう思うように、まあ、し向けるところもあるかもしれないですけども、あの、自分でそうなって、なりたいと思ったかのようにし向けるみたいなでも。そうなっていかないと、やっぱりその、 ねしてね、勝った負けた、メダルと取ったかったではな,ないところでも成長があるはずそう見つけられなかったら、はい、それがモチベーションにならないかもしれないし、で成長したけども、ここは違った、全然経過に結びつかなかった、すごい知識業が成長と思ってすると、あこれじゃなかったんだとか、あ実はもう先だったんだなってとか、そう,なんかそうすると、主役は選手、主役は選手というところも <laughs> あの、捉え方を見直すことで結構見えてくることもあるかもしれないですね。 それでなんかこうね、あのキャリアデザインだったり、ライフデザインとか、うん、そういったような話になってくるんだろうなぁとは思うんですけどね、うん、やっぱりそういうところから時間は有限っていうところも選手が意識し始めるきっかけになりそうな気もするんですけどね。う,ん、うんあの前も1回、この勉強会話したんですけども、あの選手の成長一番感じたのって僕は。あの その大学の時に、大学の試行チやした時に、え、この、このいうペアリングでダブルする練習時は組ませたんですけども、間違えて、こう組ましちゃったんですよ。A、A B、C、D を AC、B、D って組,、ま、組んであ、あの、磁石で移動するやつだったんで、組ましちゃったんですけども、日頃の練習で必ず説明する意図、練習の意図、あと途中から言う、裏の意図みたいなのものを言う、 ことが多かったんで、その時は僕完全に間違いだったんですけど、なんだ、あれね、指示間違えて入ってないあいつら、まあいいかと思ってたら、終わった後で選手たちが、あ、自分のパートナーを客観的に見ろっていうことだったんですよね。一滴感くれたんですよね。だで、うんそう、そうだよって言うんですけども <laughs>。<laughs> <laughs> ああ、でも、あ、これせ、選手が勝手に成長する力を,をよし持ってくれたなって思えた。 のは、たし、うん、あのー、成長で、うん、してくれた選手。こっちが、こっちのアクシデントなんですけども、こっちのミスなんですけども、それを成長につなげてくれたなっていう。だから、本当にいろんなことを、成長につなげられる選手。ほ本当だからこれもだから、自分が何をっていう、ことが理解してもらえたらいいのかな。うん、なんかふと思い出しちゃ、思い出しちゃいました、それを。はい。 ありがとうございます。